はい、おはようございます。皆さんお勤めご苦労さんです。今日からね、今朝から新シリーズということで、次郎のおすすめ一面ということでね、破産次郎は糖尿次郎でもあってね、ちょっとコンビニまでね、毎朝、スポーツ新聞買いに行くことにしました。テレビとかもね、全然長い間見てへんからね、そのちょっと世間で何が起こってるとかあんまり分かっとらんのでね、そのためと運動と、あと、自動的一面の紹介ごとでね、やっていきます。今日はその記念すべき第1回目ということで、この今日は日刊やね、日刊の一面は高校野球やね、甲子園が中止いうことでね、気の毒やね。吉村知事もね、なんかコメントしとるね、考え直してほしいってね、考え直してほしいってね、吉村知事ね、えらいこっちゃね、もうこれでご飯食うてはる人もいっぱいいとるんやからね、高校生も気の毒やけどね。はい、そんなことよりも、破産次郎の本日の一面はこれです。これこうか、これこう、はい、こうやね。シンフォギアー言うてね、私のパチンコでしか知らんねんけど、なんか賑やかな台やね、結構好きやったかもしれん。うん、意味わからんと打っとったね。なんか意味もわからんで、なんか何やったかな、お手紙やったかな、おみくじやったかな、なんかひらひらーっとなんか降りてきてね、降りてきていうか下のあのあれが変わるよね、ピョコって。なんか訳もわからず打ってましたわ。ということで、もう行ったらあきまへんねんけど、見て楽しむだけみたいな、行っても金なくなるだけやからね。はい、っていうことですわ。はい、ということで、あともう一個気になったのがあったね、梨田監督ね、退院もびっくりやけど、何やったかいな、なんかね、もうそんな外に行ってへんからね、うわぁ、思った記事があったね。これか、どこ行った、そういう、何、繁華街も行きたいなって思ったね。もうナンバー、ああ、思い出した。外人、旅行客がゼロに近い、どこや、旅行客がもうゼロに近いやね。びっくりやね。これ、4月の、何や、4月の外国人旅行者 99.9% 減やで。もうほぼ来てない。ゼロや、来た人。もうこの大阪のもう難波とかね、もう中国人だらけですやん。で、ちょっとどっか行っても、もう中国人、もういっぱい、日本人より外人が多いみたいなね。それが今ゼロいうことはどうなんやってんの、ほんまにね。そういうちょっと繁華街を見てみたいね、日本人だけの、久しぶりに、ほんまに。ということで、ということは、ああいう繁華街の薬局もね、もうなんかボッコボコできてね、外国人目当て、中国人目当てでできた、もう観光でないとやね。ここいらのね、薬局はみんなマスクとか買いにとか、みんなええ値で、消毒液もええ値で売って薬局を儲かってんなと思うんやけど、そういうところはね、中国人目当てでやってるお店はもう大変やね。ということで、そんな感じでございます。どんな感じか分からへんねんけど、はい、
では今日も一日張り切っていきましょう。いってらっしゃい。失礼します。チャンネル登録お願いします。